おみやです。今日はですね、宇都宮市にあります炭火焼き干物定食古民家つくしさんに行ってまいりました。場所なんですけれども、国道119号線沿い、宇都宮インターから車で祭り方面に少し走ったところにあります。店内はこのようになっており、カウンター席、テーブル席、小上がり席があります。炭火で焼いた焼き魚がいただけるということで、メニューなんですけれども、島ホッケ定食やサーモンハラス定食、マグロ丼やマグロ刺身定食、西京漬け定食やエビフライ定食やアジフライ定食があり、唐揚げ定食や生姜焼き定食などの肉類の定食もあります。その他にもつ煮やだし巻き卵などの一品料理があり、ドリンク類はビールやハイボール、日本酒、焼酎、サワー、チューハイなどのアルコール類、ソフトドリンク類があります。ご飯の大盛りはプラス100円で、おかわりはプラス150円になります。私は島ホッケ定食900円、ご飯大盛りプラス100円にもつ煮200円を注文しました。あ、すいません。すいません。さあ、やってまいりました、島ホッケ定食ご飯大盛りにもつ煮の到着です。島ホッケ定食には醤油がついてきて、もつ煮定食には七味がついてきます。いただきます。島ホッケ定食にはご飯、味噌汁、先輩、漬物、切り干し大根、大根おろしがついてきます。島ホッケですけれども、いい油の海苔ですね。香ばしい匂いが漂います。一口食べて、つくしさんだけに熟しと言ったように、テリーファンクのテキサスナックルパートのような香ばしさと油の乗り、そしてふっくらしたコンビネーション、甘みとほのかな辛みのある大根おろしと合わせるとたまりません。テリーファンクの兄、ドリーファンクジュニアとのタッグのようなこのコンビ、相性バッチリでご飯が進みます。そして味噌汁先輩ですが、先輩チワスチワス。味噌汁先輩の具材なんですけれども、ネギ、なめこ、わかめが入っています。出汁が効いてホッとする味です。漬物、切り干し大根同様に優しい味わいです。もつ煮なんですけれども、具材はネギ、豆腐、もつが入っています。あっさりしたスープで、もつは甘めで、後からほんのり辛みがやってきます。もつの風味と旨味がスープに染み込んでいます。おみやと違っていい油が乗っているわね。そういえば、つくしさんの駐車場なんですけれども、お店の正面と後ろに専用駐車場があります。ホッケの骨を抜いたくせに、ホッケに骨抜きにされてるわね。おっしゃる通りです。この端の部分とこの皮が特に香ばしくて、いい塩加減でした。塩試合ではなく、美味しい試合でした。最後に香ばしく焼けた骨せんべいを食べて完食です。ごちそうさまでした。はい、といったわけで、つくしさん、油の乗ったホッケ焼き定食、香ばしくて大変満足しました。他にも栃木県内の飲食店の動画を上げてますので、そちらもご視聴、チャンネル登録よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。では、バイバーイ。